は順調に流れています。一般道路の状況です。千葉県の国道16号線は八千代市方面へ向かう外回りが柏市若柴で事故のため3キロの渋滞です。国道357号線の船橋市方面へ向かう東行きは市川市塩浜で3キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線や三郷線は順調に流れています。日本道路交通情報センターでした。土井さんでした。ありがとうございました。BayFM Traffic Updates。 次は8時40分ごろお伝えします。下取り一本に絞って失敗した。この方、新車を買う際今の車を下取りに出したんです。その後試しに車がいくらで売れるか比べられるサイトナビクルで見積もりを取り寄せたらもっと高かったんだよ。そう、車を高く売りたいなら買取店と比べてください。一つ二つじゃダメですよ。ナビクルなら最大10社の買取店から見積もりが無料でもらえます。10社と下取りを比べて一番高いところに売る。これが車を高く売るコツ。ナビクルで検索。調べる得する。ナビクル。 BayFM 公式通販サイトセブンエイトストアでは BayFM オリジナルグッズやスタッフが厳選した千葉県内のおすすめ商品をラインナップ。大網白里市の古民家食堂もちづきのおすすめは新鮮なアジで作るこだわりのなめろう。詳しくはセブンエイトストアで検索。